はい、こんばんは。世界卓球が世界一大好き。893チャンネルです。はい、今日はですね。あのまあ、先ほどね。まあ、その世界卓球で日本男子代表がまあ、その準々決勝で負けてしまって、メダル獲得にはいたな至らなかったんですけど、今ね、あのたった今その日本女子代表が。 まあ、準々決勝戦で、まあ、ルーマニアに3対0で勝って、まあ、メダル確定したってことで話題になってますね。で今日はねこの喜びと感動を卓球ファンの皆さんおよび視聴者の皆さんに共有するために急遽動画を撮ってます。はいでは今からニュースを読ませていただきます。え世界卓球日本女子5大会連続メダル確定黄金世代みまひなみゆでルーマニア撃破。 えー、世界卓球選手権団体戦第 7, 第7日女子準々決勝戦が行われ日本はルーマニアを3対0で、えー、暮らし5大会連続のメダルを確定させた、えー、日本は1番手に伊藤美誠2番手に早田ひな3番手に平野美宇を起用同学年の美馬ひな美宇で大一番に臨んだ。 ここまで1試合の出場だった世界14位の伊藤が1番手で、同12位の聖地と対戦、フルゲームの死闘を制して早田につないだ。世界9位の早田は、同59位のドラゴマンに第1ゲームを奪われたものの、ここから3ゲーム練習して逆転勝ち、世界18位の平野も、同31のサマラを暮らし、黄金世代3人で表彰台を決めた。 23日の準決勝では香港と激突71年大会以来53年ぶりの世界を一応目指す進撃は止まらない。はいということでね今日は、まあ、男子卓球代表は負けてメダルを取れなかったんですけど、まあ、今日はねこのねまああのひなみストリオがねはい頑張ってくれて、まあ、女子はねメダル確定になったんですけど。はい でまあ、これがね今日のまあ3人の様子なんですけどはい、で今日の、まあ、卓球女子の試合を見て思ったのはいや非常にあの素晴らしいなと思いましたね。はいまあ、というのも、やはりねその日本男子代表があまりにも不甲斐なくてまあ本当にねまあ今日の試合を見て思ったのはやっぱりね女子代表はまあ非常にねあの素晴らしくて強くて、まあ、優れてるなと思いましたね。はい 正直、今日ね負けた男子代表には女子代表の爪の赤を煎じて飲んでほしいなと思いましたね。というか、やっぱり卓球は女の人のほうが強いんですよねだから本当に正直メダル確定したんでこのままどんどん勝ち上がって金メダルを取ってほしいなと思いましたね。 まあ次は負けるけどねはい。<laughs>